皆さんこんにちは、おゆきチャンネルのおゆきと申します。今回の動画はアークナイツのリセマラ方法やリセマラにおすすめなオペレーターを紹介したいと思います。まず大前提として、私自身が大陸版アークナイツをオープンベータからプレイしてきて第一に思うことは、好きなオペレーターを見つけそのオペレーターの獲得を目指すのが個人的には一番良いと思います。強キャラというのは確かに存在しますし、特定のオペレーターがいないとクリアが難しい場面もあるのも確かですが、それはリリースされてからある程度時間が経った時の話です。以上を踏まえた上で動画をご視聴してもらえると幸いです。それではまずはアークナイツのリセマラ方法ですが、対象になるガチャの種類は2種類あります。1つ目は初回20回限定で 35% オフになっている1回380の合成玉でスカウトを行えるスタートダッシュスカウトです。最初の10回以内に星6確定で、スカウト20回以内に星5が確定しています。2つ目は通常価格の1回600の合成玉でスカウトを行えるピックアップスカウトです。最初の10回以内に星5以上が確定しています。リセマラ時に所持している合成玉には限りがあるので、基本的には1つ目のスタートダッシュスカウトでできるだけスカウトを行い、リセマラ終了か続行かを判断するのがいいと思いますが、スタートダッシュスカウトは最初の10回以内に星6確定で、スカウト20回以内に星5が確定しているので、星6が確定していないピックアップスカウトで星6オペレーターが出るまでリセマラを行い、スタートダッシュスカウトで確定している星6を手に入れることで、ゲームスタート時に排出率 2% の最高レアリティキャラを2体所持した状態でゲームを開始することができるので、リセマラに使える時間は人それぞれだと思いますが、そういったリセマラ方法があることも視野に入れておくといいと思います。スタートダッシュスカウトで排出されるオペレーターは全てのオペレーターではないので、ゲームを開始するタイミングによってピックアップ対象のオペレーターが変化する通常価格のピックアップスカウトの提供割合を確認し、自分がリセマラ対象にしているオペレーターがピックアップスカウトでしか手に入らない場合はピックアップスカウトを選んでもいいと思います。スタートダッシュスカウトで排出対象になっているオペレーターは6名ですが、個人的におすすめするリセマラ星6キャラ第一候補は狙撃エクシアと前衛シルバーアッシュです。エクシアは単体攻撃系のスナイパーですが、スナイパーは序盤から終盤まで使用する機会が多いのと、エクシアは瞬間火力の高い強力な連射スキルを持っているので敵ドローンや進行してくる敵を殲滅するのに適しています。使ってみればわかりますが、他の単体攻撃スナイパーと比べて明らかに高い瞬間火力がエクシアの強みだと思います。シルバーアッシュは攻撃範囲が広いガードですが、第一スキルを選択すると次の攻撃のダメージが大幅に上昇する必要 SP が少ない自動発動のスキルが使い勝手よく、遠距離攻撃ができるのも魅力の一つですが、第三スキルが破格の性能を誇っており、防御力を代償に攻撃力の大幅増加、攻撃範囲拡大、至近距離攻撃時には最大6体の敵を同時に薙ぎ払うスキルを持っています。防御力は減少しますが、攻撃は最大の防御と言われているように、被弾する前に敵を倒してしまうゴリ押し戦法が可能になります。個人的におすすめするリセマラ星6キャラ第2候補は戦法シージです。シージはコスト自動回復の中では最上位の C+3 を持っていますが、コスト自動回復のスキルだけなら C+3 は必須ではありません。むしろ低コストで配置できる C+ や C+2 のオペレーターの方が使いやすいです。シージの強みはやはり攻撃に特化した第2、第3スキルです。特に第2スキルは必要 SP が少なく使い勝手が良い自動発動のスキルになっており、3つまでストックが可能、次の攻撃で周囲の敵に強力な物理ダメージを与えることができ、 CP も回復します。使ってみればわかりますが、他のヴァンガードでは火力が足りず
敵を倒すまでの時間に自身の HP が減ることで別のオペレーターと交代を余儀なくされる状況が多々ありますが、シージはヴァンガードとは思えない火力で敵の進行を阻止し、別のオペレーターとの交代を免れることも少なくはありません。個人的におすすめするリセマラ星6キャラ第3候補は重装星グマです。星グマは単純にタンクとしての性能も高く、防御力が上昇するスキルも持っていますが、同時に攻撃力も上昇することができ、タンクでありながら敵の殲滅に加担することができます。第3スキルでは攻撃力が大幅に上昇、防御力も上昇し、前方1マスの敵全てを切り裂くようなスキルを持っています。ですがタンクに求められるのはやはり攻撃力ではなく耐久性になり、耐久性だけを見ると他のオペレーターでも代用が効かなくもないので第3候補とさせていただきました。個人的におすすめするリセマラ星6キャラ第4候補は補助アンジェリーナと医療シャイニングです。アンジェリーナは特性で一時的に敵を停止させることができるサポーターですが、第2第3スキルでスキル発動時以外は攻撃しなくなり、ここぞという場面で攻撃範囲が増加したり複数の敵を同時に攻撃できるようになるスキルを持っていますが、リリース時に解放されている第4章まででアンジェリーナの第2第3スキルが必要不可欠な場面は多くありません。第1スキルをセットするなら星3オペレーターのオーキッドでも十分だと思うので第4候補とさせていただきました。シャイニングは単体回復系のメディックですが、味方にシールドを付与したり防御力を向上することが可能です。第4候補に選んだ理由ですが、序盤から星6オペレーターを複数育成するのは困難で、アタッカーは強くなれば強くなるほど敵の殲滅速度も上昇しますが、ヒーラーは強くなれば強くなるほどオーバーヒールになってしまい、回復薬としては星5オペレーターのサイレンスやフィリオプシスで十分だと思ったので第4候補とさせていただきました。スタートダッシュスカウトから排出される星6オペレーターは以上ですが、通常価格のピックアップスカウト排出対象にエフィもしくはイフリータが入っていて、どうしてもどちらかのオペレーターをゲットしたいという方は通常価格のピックアップスカウトでリセマラを行うのも悪くないと思います。特に個人的におすすめするのはエフィで、見た目が好きという個人的な趣味を加味しなくても第一候補に選びたいオペレーターです。エフィは単体攻撃系のキャスターですが、範囲にも特化したスキルを持っており、第2スキルを選択すると魔法ダメージ増加プラス命中したターゲットの周囲に爆発ダメージと魔法防御を減少させる必要 SP が少ない自動発動のスキルの使い勝手が良く、固まった敵を同時に攻撃できるのも魅力の一つですが、第3スキルが破格の性能を誇っており、攻撃力の大幅上昇、攻撃範囲拡大、攻撃間隔短縮と攻撃範囲内の最大3体の敵に溶岩を発射するスキルを持っています。こちらもシルバーアッシュの第3スキルと同様に、被弾する前に敵を倒してしまうゴリ押し戦法が可能になります。イフリータも個人的にはおすすめで、自身の直線上にしかダメージを与えれないというネックはありますが、遠距離攻撃の直線攻撃を生かし、イフリータの放射攻撃から逃れられないような状態にするハメ技なんかもおすすめです。戦役によって向き不向きはありますが、ハメ技が成功した時は他のアタッカーではなかなか倒せなかった敵も楽に倒すことが可能です。次は個人的におすすめするリセマラ星5キャラを紹介したいところですが、基本的には好きなキャラで問題ないと思います。本来なら自分が持っていないクラスや役割を持ったオペレーターから選ぶのがいいと思いますが、リセマラジは持っていないオペレーターの方が多いからです。あえて言うのであれば、他のクラスと比べて出番が少ない補助のプラマニクス とイースチナですね。イースチナは候補から外してもいいと思います。星6オペレーターの中ではあまりおすすめしなかったメディックですが、星5オペレーターのフィリオプシスと
ハイレンスはどちらも非常に優秀なヒーラーなので、狙いの星6オペレーターと合わせてゲットできたらリセマラを終了してもいいと思います。特殊のレッドも配置コストが低く、再配置のクールタイムも非常に短いので、序盤から使い勝手のいいオペレーターです。先方のズィマーとテキサスも優秀ですし、前衛のフランカ、ラップランド、スペクターどれも優秀で、オペレーターそれぞれ違う役割を持っているので、配置対象の星5キャラの選別は深く考えすぎない方がいいと個人的には思います。それではアークナイツのリセマラ方法やリセマラにおすすめなオペレーターの紹介を終わりたいと思います。もしこの動画が良ければチャンネル登録やグッドボタンを押してもらえると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。